こういうストーリー技法についての注意事項があります。このストーリーばかりに、ストーリーの作り方ばかりに目を向けがちなんですね、小説を書く人というのは。だけれども実際には小説というのはストーリー、キャラクター、そして背景の世界というような具合にいろんな形のいろんな要素があって初めて成り立つものなんで、で、こう今日の講座で最初にちょっとお話をしましたが、その字組み一つとっても読者と書き手の立場って全く違う。書式でその字組みをするときに読者というのは書かれてないことも読み取る力があります。書式設定の場合だと書式でこうやってこう読みやすく設定してやるとなんとなく読めるし、実は書かれてない背景もなんとなく読者というのは分かってしまっている。そのぐらい読者というのも怖い。なぜ我々が読んでそのストーリーは面白いしどこも欠点がないんだけど、だけど面白くないよねという時にはこの行間が書かれてないということが結構あります。で、こうしてその読者の間はなんとなくこう読んでしまっていることでも、著者の立場になって書き始めてするとその書かれていないことを忘れてしまうんですな。その典型例がその今日の講義にあった書式設定の例。自分が無意識のうちに読んでいて、その読みやすくこう字組みが組まれていることを無意識のうちに知って気がついているんだけど、書くときには忘れてしまっている、そういうことで、その典型例がそのキャラクターの背景だとかそういうことだったりします。